い、皆さんこんにちは。ゆるすもてあしチャンネル委員長の林でございます。219回目のテーマはこちら、どっちなの？生理前と生理後についてということでございます。内容はね、送信関連、それから対象者は女性、やみくもにね、どっちなのって言ってますけれどもね、これはね、女性がダイエットを始めたい時に生理前と生理はどっちがいいかっていうことをね、説明してございます。ずっと何ヶ月も努力すると大変なんです。実は女性には太りやすい時期と太りにくい時期があって、これが実は女性ホルモンと密接な関係がございます。ですので、どうせやるんだったらこっちの方がいいよ、この時は楽して、この時は努力してっていう風にメリハリをつけていって、だん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 自分の体体重を下げていくっていうことが一番効果的じゃないかなと思ってこの動画を作りました。ユリシスでは4万人のお客様のデータをもとにこういった動画を作っております。もしよかったらね、チャンネル登録とか高評価していただくとスタッフ頑張りますんで、まあ、今後ともよろしくお願いします。それではどうぞ。それではですね、今回は女性専用ということで、私男性でございますので、なかなかそのデリケートな部分まで食い込みとねできないんですけれども、一応ね、医学的にといいますか、データとしてご説明できるところの範囲で説明させていただきたいと思います。まず生理はね、原則自分の溜め込んだエネルギーを使って生理を始めてるというふうに言われています。例えば体重が40キロ下回っている方だと、生理が不順になったり生理が止まってしまうということが起きます。あと体重がいっぱい あるからといって、そうかというと、それはそれでまた不具合も起きます。ただ自分の持ってるエネルギーが50キロの体重にしても80キロの体重にしても言えるんだけど、生理が始まるまでの間にエネルギーを溜め込むんです。いや私十分エネルギー持ってますよって言ってても、ちゃんと実はその間にきちんとエネルギーを取って、ちゃんとその分溜め込んで、その溜め込んだ分を使って生理をやって体をのエネルギーを使うと言われていて、これがだいたい1万5000キロカロリーぐらい使ってると思ってください。結構な量なんですよ。体重で直すと2キロとか 2.2 キロとかそのぐらいになると思うんですけど、確かに私生理が始まる前に、排卵始まってから生理までの間に2キロ増えますって人結構いらっしゃると思います。ですので、そういう方にはすごく有効な話だと思います。ちなみにですけれども、生理が始まってからはこの溜め込んだ1万5000キロカロリーぐらいのエネルギーを徐々に使っていきながら、体の修復をしていって、最終的に次の排卵に備えるっていうことになるんですけれどもね。ということはですよ、皆さんだんだんお分かりになったと思うんですけど、どのタイミングでお痩せになったらいいか、つまり排卵が始まってから生理になるまでの間は1万5000キロカロリー嫌でも貯めるわけです。食べても食べなかろうが何であろうが、腸の吸収力を高めて、もっと取ろうもっと取ろうっていうことをしていって、そんなに食べてなくてもどんなダイエットやっても、いや、ちゃんと2キロ体重増やそうとするっていうことをしてくれちゃうのがこの生理前ですね。なのでこの時はどうせ体重増えるなら、質のいいものを食べて、添加物が少ないもの、添加物がほとんどないもの、自分で調理する美味しいもの、いいものを食べて体を作り上げてください。そして生理が始まってから先のことは、一気に体重がこう減ってきますから、その時にダイエットを敢行してください。約2週間はそっから有効期間、そしてまたそっから2週間は我慢する、綱引きじゃないけど、引っ張るとき我慢するとき、引っ張るとき我慢するときって、こういう風な感じでね、皆さんやっていただくとよろしいかと思います。体重計乗るときはいつがいいのかね、これね、2個前のときにね、217回目ってヘルスメーターの話しましたけど、その時に体重計乗るなっていう話をしましたけど、月一遍なら乗ってもいいよって話をしたんだけど、その時の乗るタイミングに関して言うと、生理が始まった時の夜っていうのが一番自分的に体重が重い時期ですので、この時乗ってください。ついついみんな結果が欲しいからこの低い時に乗ろうとするんだけど、それダメです。重いっていうことを認識させたことによって、リバウンドを防止することができて、記憶の恒常性ってこの間やったと思うんだけど、その記憶の恒常性によって、あ、こんなにいらないから落とそうっていうことがあって、その時にダイエットすると相乗効果でぐっと体重が下がります。
で、それは食事療法だったり運動だったりいろんなことがあるんですけども、僕らはそういうことをしないように痩せてくださいっていうふうに指導はしてますが、その時に例えばね、夜寝る前に食べるのやめようとか、例えば3食ドッカンドッカンドッカンじゃなくて、例えばちょっと分けて食べようとかね、そういうふうにされててもいいと思います。いろんな工夫の方法はそれぞれ人によって違うので、私どもユリシスでは皆様の施術をさせていただいている体の仕組みによってこうやるといいですよっていうことで、何でもガーンだとか努力だとかそういうことじゃなくてね、自分の生活の中の工夫で少しずつ変えていただけたらなというふうに思っております。ただこれだけは言えます、生理に始まってからダイエット期間中に揚げ物は食べないでください。できるだけ揚げ物は食べないでいただきたい。もう揚げ物を食べたらほとんど必ずと言っても溜め込んでしまいますので、特にその油がもう外食だと最悪ですから、シリコン入ってる油が多いんですよ、多いっていうかほとんどなんですよ。例えばだけど、まあ天ぷら屋さんもそうだし、どこもそうなんだけど、これ見て、はい、これ抜いた通りね、シリコンって書いてあるでしょ。こういうものをみんな知らないうちに食べてるの。だから皆さん気をつけてほしいのね。はい、そういうことでございました。まあとりあえず今日は生理前と生理後、生理前の時はいいものを食べて体重が増えるのはもうやむなしと、だからいい体を作ってほしい。そして生理後はね、一気に努力してガンと下げても結構だけども、そういう風にしてもらうとだん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 体重は下がっていく。だけど逆のことやって、生理前に一生懸命努力して生理後に緩めちゃうと、どん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 体重が上がっていくってことを経験してる人がユリシス4万人のデータの中から分かった結果です。はい、参考にしてください。それではさよなら。